おはようございます。おはようございます。4時ぐらいですけど、こんにちは。こんにちは。じゃあ今日はスリーフェスティバル2020の会場に来ました。はい、来ました。先日亀山で、全部聞いたんですけども、はい、その会場で改めて羽生さんに2020のこういうものっていうのをいろいろ教えていただきたいんですけど、はい、この間コモリカップの翌朝に駐車場で、ロッドお話ししたんですけども、実際出るのはこの2周ですね。62の MLL の ST と、あと多分その前回の時にご紹介している63のハーフ XUL の ST っていうこの2機種が出ます。で、発売時期は両方とも3月に出ます。で、まあちょっとせっかくなんで、まあ、少しご紹介したいと思います。まずこの62の MLL ST ですね、はい、MLLミディアムライトとライトの間、中間の、まあ、アクションとかパワーです。で、まあ、スペルバンドコアの中で、3本目のパワーフィネスロードです。スペルバンドコアだと最初に66ハーフの ML、まあ、ネコリグとかカバーネコの竿で、その後に6点のパワーフィネス、スモラバとか P25 とかを合わせて使っていただく 6.H 出して、3本目がこの 62MLL の ST。で、この竿は今までのその2本がカバーを打つパワーフィネスロッドだったんですけども、これはカバーの下に滑り込ませるパワーフィネスロッドです、はい、で、使用用途は虫、エンジンでブーンっていう虫ルアーがあるんですけども、それを P の1とか 0.8 をセットして合わせてオーバーハンドの奥にサイドハンドで滑り込ませる。それで岩盤の際までキャストで入れて、その岩盤とそのオーバーハングの間、要は岩盤があってハングがあって、このシェード部分だけでいかに細かく丁寧に誘えるかっていうのを、まあ、コンセプトにしているサウンドです。なのでバーフィネスロッドですけど、まあ、結構曲がる、この辺からこう曲がるんで、じゃあロッドにウェイト乗せて投げやすいよ。で、ストリートティップなんで、ここで細かいアクション、はい、丁寧なアクションつけて、あとやっぱり日中とかになるとちょっとバイトが弱くなる、それでも対応するように追従してくるんですよ。いやーすごいっていうような層です。ただただ投げやすいだけの柔らかい層ではなくて、ブランクにパワーを持たしてるんで、PE の1とか08を合わせておいていただければ、そのまま吊るして、だ滑り込ませるだけじゃなくて、そのまま吊るしてバフッと出てもランディングできますよ。それがただ投げやすいだけの柔らかい竿だとそのまま持ってかれちゃうんで、とか吊るした時に多分竿が柔らかいとアクション吸収しちゃうんで、うまく水面きれいに叩いてくれないんで、バイトにも至らないと思います。まあ、その辺は、まあ、他チャンネルなんですけど、まあ、暴走コアの11月のやつで三島で、はい、実際この差を使ってやってるので、まあ、ぜひ参考にしていただければと思います、はい、3月発売で、もう1本が63のハーフの XUL の ST、はい、これまあ前回も、ご紹介してますけども、基本的にはサイトローストです、僕のスペルバンドコアのそのモデルの中で最もテスト期間が長かった竿です。この竿は本当に苦労しました。で、当初ミドスト用で開発してたんです。ただちょっとこう世の中今ミドストロッドが数多く出てきて、あとレンタルボートでミドスト専用タックルだけってしてしまうと、他に用途があんまり特に暴走だとちょっとないかなと思って、でいろいろやっていく中で、まあ、僕のスタイルもそのサイト結構やるっていうのがあって、どっちかっていうとこうサイトロッドに振ってったんです。ただサイトロッドだけにまたしちゃうとちょっととんがりすぎるなっていうことで、はい、でもいろいろやっていくとサイトで使用する、まあ、1.5 から3.1 ぐらいのちっちゃめのワームで結構やっぱ曲がる竿じゃないと投げられないんです。それに僕は03とか
の P でリーダーのフロロ4とかを組んでやるんですけど、だから軽いワームを投げるために結構曲がる竿に作ったらそのままちょっとしたミドストもできちゃうし、はい、ネコリグもできちゃうし、普通にまあカットテールとか、まあ、スワンプとかノーシンカーも投げられちゃいますよっていう竿になっちゃいましたってやつ。基本的にはサイトロッド、僕はサイトロッドとして使ってますけど、はい、結構対応範囲の広い竿に仕上がってると思います。結構やっぱ羽生さんは具体的に暴走であんだけボート乗ってるから、そこのこれとこれとこれっていう感じで教えてくれるんで、はい、それ、まあ、基本はこれを一番使ってほしいってコアの釣りがあって、はいはい、そっか、それでこれに関してもその、はい、ミドストとかまで含めたカバーリングができるように、はい、そうですね。あのやっぱレンタルボートって詰める道具の数が限られてるから、あまりにも特化させすぎてしまうとタックルばっかり増えちゃって足の踏み場がなくなっちゃうんです。どの竿とは言わないんですけど、やっぱり自分の中でも判断基準でこれあのルアー特化すぎだからなってやつは確かに置いていくような傾向が増えてきた、はい、なので、まあ、スベルバンドコアっていう、はい、コアっていう名前がついてて、はい、かつ僕のモデルはある程度、はい、特化をさせてるモデル、はい、特徴のあるモデルが多いんですけど、はい、その中でもやっぱり自分がレンタルボートフィールドでやってるので幅は持たせているつもりですというイメージで、まあ他のモデルも見ていただければいいかなとは思います。というわけでよろしいでしょうか。いや豊久連れてってくれるって言ってたのに、はい、気がついたらなんかこっそり行ってなんかいっぱい釣ってたじゃないですか。豊久に一緒に行くのは、はい、もうちょっと暖かくなってからです。はい、あれなんかまあちょっと時事ネタなんで、はい、結構釣ってたじゃないですか、はい、あれなんか肝とかあるんですか豊久で。まああんまり言える範囲でいいんですけど、これいつアップします。まあここはじゃあ使えないようだったらまた今度いつアップしますこれ。いやナルハヤはな、まあ竿に関してはナルハヤである、はい、はい、1月の暴走号が豊久です。あーはい、なので行ってます。それもあって、ただ撮影、はい、でちなみに僕2019年は豊久に1回だけ行ったんです。はいはい、12月、はいはい、でその時はちょっと自分でもびっくりするぐらいシャローでバイトありました、はい、だけど1月になってから結構状況が変わってて、はい、まあまあ苦戦はしてます、はい、まあでも深いとこやればまあ釣れる。じゃあそれは釣り子コアの方で具体的な釣り方を教えてくれるってことで、ね、いいですね、はい、いいです。じゃあそれ楽しみに、はい、フィッシングショーを楽しみ、あ、違う、釣りフェスティバルの。あとは、これ使わないと思うんですけど、はい、娘に棒持たせないでください。あれはライトセーバーです。ライトセーバーで、俺結構切りつけられて、負傷を負ってるんで、心の傷を負ってるんで、またちょっと、全く使えないですね。はい、じゃあ、ハブ君、ありがとうございました。ありがとうございました。コンクリージョンが初代できない。コンクリージョンも、ま、だやもう羽生君ちょっとコンクリージョン紹介してください。いや本人いるから。本人ちょっと忙しそうなんで、はい、おやっぱりここにいたか。